はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険者、国、都道府県の責務等という単元になります。介護保険の国の事務に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。問題。第2号被保険者負担率の設定。第2号被保険者負担率の設定。というふうにありますが、これはその通りで、丸になります。第2号被保険者負担率の設定は、国が行っております。 もちろん、第1号表権者負担率の設定というのも国が行っております。で、それぞれの負担率は今どのようになっているかといいますと、第1号表権者負担率は23%になります。第2号表権者負担率は27%というふうになっております。 でこの負担率っていうのは何かといったら介護保険の財源ですね財源を第1号被保険者の保険料はどれぐらい負担しているかとこれを表しているのが第1号被保険者負担率というもので現在は23%となっております第2号被保険者の納める保険料というのは介護保険の財源でどれぐらいを占めていますかというものですねこれを表しているのが第2号被保険者負担率というものでこれは現在27%というふうになっているわけですねこれは合わせると50%ということ になりますでこの被保険者負担率というのは3年ごとの改定ということになっております3年ごとにこのパーセンテージというのが変わるとで介護保険の財源というのは保険料50%公費50%というふうになっておりますので第1号被保険者負担率と第2号被保険者負担率の合計は常に50%というふうになっているわけなんですけどその内訳というのは3年ごとに変わるということですねでその 内訳というのは、パーセントというのは、どのような形で導き出されているかといったら、これは第一号被保険者の数と第二号被保険者の数の比率ということになっております。第一号被保険者の数対第二号被保険者の数、この比率で23対27というのが決まっているということですね。3年ごとに見直しがかかって決まるという、こういう仕組みになっておりますので、押さえておくといいかなというふうに思います。 で残りの公費50%の方になるんですけどこの内訳はどうなっているかというところまで言及しておきたいなというふうに思いますがまずこの介護券というのはですね居宅給付費と施設等給付費というふうに分かれているわけなんですけどこの居宅給付費に関して言うとその公費の内訳というのは国が25%。 都道府県が12.5%、そして市町村が12.5%というふうになっております。合わせると50%ですね。 で、施設等給付費の方はどうなっているかというと、国が20%、都道府県が17.5%、そして市町村が12.5%というふうになっております。居宅給付費と施設等給付費は、国と都道府県の割合というのが少し違いますので、この点も合わせて抑えておくといいかなというふうに思います。 ということで、会合険の国の事務について問うている今日の問題ですが、第2号被保険者負担率の設定というふうにありますけれども、これはその通りで、丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。